100人マリオチャレンジ、今回は普通で気楽に遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。サクッと美味しいちはやです。はいサクッと美味しいちはやって怖いな、なんかな、焼けちゃってるみたいだ。今回ちょっと試験的に動画を作らさせてもらってます。いつものその設定からマイクとゲームをですね、同時に1段階ずつ同じように減らしました。なんで音量は変わらないってことですね。音量は変わらないんだけれども、バランスは変わらないんだけれども、パートこれ130なんで129から130ちょうど見てる、順番にこう見てきたとすると、ちょっとボリュームをひねった、上に上げた、音量を大きくしたかもしれません。おっと、よいしょ。危ねえ危ねえ。これで、まあ若干その、なんていうのかな、マイクが拾うノイズ音、あのパソコンのさ、ファンの音とかですかね、ああいうのを少しは減らせるんじゃないかな。ちょっとね、動画で確認したっていうか、編集中いつも思ってたんだけどね、入っちゃうんだよね、音がやっぱり。超高性能なんで。拾っちゃうんですね、あらゆる音を。これあれか、キノコを、でも、ギリギリいけるかもしんないけど、でっかいまま保持すれば絶対いけるし、と。まあ、最悪ちびっこでもいけそうな感じはあるけど。ふん。さすがにあれは無理か。いけるかなって思ったのはね、まあ、だからこのさ、経由全く意味なかったな。これさ、ギリギリいけるかも、ここ乗れれば。ほらね。ほらね。いけますね。ステージ2参りましょう。思えばステージ1の国旗どこだったんだろうな。ゴールできるかな。普通だから多分できるな、これ。でもなんかやらしいあれがありそうだな。一回逃げようか。おっと。お、スタ、うぅとりあえず突っ込むか。こういう感じか。まあ、一種迷路みたいな。おお、上すげえ。スターで倒したかったな。食らって。食らって。いや、それする必要なかったな。入って。今、隠しなかった？気のせいかな？隠しの土管があったようにも見えたけど。じゃあ、右行きますか。これは一番右じゃナンセンスだよな。せっかくだし、ちょっと長くなってる土管入ってみましょうか。そういうことですね。なるほどね。じゃあ、クラピカ理論の逆をついて左を選んでいこうか。クラピカ理論じゃねえや。とりあえずこれではないことが分かったぞ。これクリアするの時間かかりそうだな。ここもなんか違う感じするけど。あれさ、ピンポン鳴ったじゃん、クッパの後。あれは正解だと思うんだよな、普通に考えてさ。とりあえず、モグラ倒して、スターもらえるのか。スターの間はあれができるからな。あ、入れないですね。確認できるからな。ミスっても大丈夫。落下しない限り。これも入れない。うわぁ、入れない。死んだ。全然ダミーって言われてもおかしくないよね。こっち行ってみようぜ。うーわー、常に疑ってかからなきゃいけないっていう、この苦しいやつな。一番右、真ん中、左。試験の正答率、統計的に一番高いのは3とか4。じゃあ B。帰れる。でっかいから帰れる。これまさか、でもなんか一番右じゃなさそうな雰囲気だけど。俺相当運悪いことになるよね、これね。やべえな。どんだけ日頃の行い悪いんだよ。何も悪いことしてないぞ、でも。おかしいぞ。
さあ気を取り直してステージ3参りましょう。ひでえな、やべえな内容がひどいとかじゃなくて運の悪さだよね。雲か、よいしょ。急がないと切れちゃうよね。なんか出てくるわけだ。おう、出てきた。危ねえ。これはなんか出てくるのかな。出てくるね、パックンさんが。やべえ、ちゃんと見なかった。じゃあ右行きます。 OK。 あっちの赤キラーはついてきてもらって、ドイツから、どっからも来るからな。どこの人たちもやってるからぐっちゃになるよ。でもこっちで合ってそうだね。パイプラインパニック、今のところまだ。なんだなんだ、うっせえ。なんかホイッスル吹いてるけどこいつこのおっちゃん何もや、変な効果音してるし、危ねおじさまがランニング中に出す声みたいな声が、効果音が聞こえてくるけれども、あ、こいつからあれをか、あ、でもちょっときついかな、無理かな。あ、ゴール見えてんだったらそんな無理する必要ないな。突っ込んじゃいましょう。 OK。 あ、土星さんか。ステージ4参りましょう。うわぁすげえ状況。嬉しいけどね。これは気持ちいいですね。クッパオツ。クッパオツ。走ってるとスターが取れない。オッケーオッケー。クッパオツです。途中に地味に脂肪のあれが入ってた。オッケー。お疲れ。気持ちいいコースだったね。ステージ5参りましょう。激ムズ大決戦。残念ながら普通に属されてますね。なんかあるんだな。多分簡単にクリアできちゃう欠陥があるんだろうな、きっと。欠陥大作戦。欠陥じゃねえや。激ムズ大作戦。下行っても今んとこ難しそうなあれはないけれども。そういうことか。簡単にクリアされちゃう理由はこれだな。下から行きたかったですね。ミスったな。上は塞がってて、やり直すかなっていう予想だったけど。ステージ6参りましょう。メイジーメイズ。迷路か。メイジー、メイジー。迷路的迷路みたいな。違うかな。あそこにスターが浮遊してるんだよね。あれ取りに行こうか。まあ、被弾して死ぬっていうのは、やっぱあれだしな。上の方を見てきたけど、とりあえず、一番遠い道を行くのが正解だと思うんだよね。急がば回れってやつですね。この辺行ってみようぜ。あ、でもなんか、あっちは違うっぽいな。じゃあこっち行ってみようか。1マスだと泳ぐのなぁ。あ、通れねえな。じゃあこっちから行くしかないか。氷だから余計歩くのもかったるいし、厄介な厄介なステージですね。これ秒数制限でやったら面白そうだな。30秒でみたいなさ、あるいはもうちょい時間かかるかコースだったら1分でとか。全然前に進めねえ。しゃがませるとちょっと早く泳げるな。どっちから行く？こっちかな。しゃがませるとちょっと早く泳げる。この状況。あっ。なんか変な音聞こえるな。なんだ？何の音だ？気のせいだ。何の音だったんだろうな。まあいいか。ここ行け。あ、ゴールにつながりましたね。よいしょ。あ、また聞こえた。なんだこの変な
なんかシャーっていう機械音が聞こえるんだけど。なんだ？じゃあ、セブン参りましょう。いやー、マリオをやってるって感じするな。キャノンマリオ、大砲？うーわ、イカがいっぱい降ってくる。キャノンっていうのは、そういうこと？これのこと、欲しいな。何が何でも欲しい。オッケー。ふざけんな、お前いっぱいんな、おい。赤キラーか。あ、これいただきましたね。イエーイ。お疲れい。ほぼキャノンに出会わずして勝ちましたね。ステージ8参りましょう。思い出のコース。思い出のコース。マリオメーカー出てまだ1年も経ってませんけどね。あれかな？ステージ1的な、あ、なんかこの雰囲気。この雰囲気あれだな。しょぼんっぽいな。キャットマリオっぽくね。土管入ります。そういうことか。じゃあ一番右入って、あ、スリーアップできるな。する必要がないけれども。おお、動くな動くなお前ら。間違えた。気持ちいい。気持ちいい。それがやりたかっただけなんだけれども。上から行きましょう。着地して大丈夫だよね。うおー、あぶねえ。いけズドン。あ、パウってそうなるんだな。これ、あ、中間がすごい無防備に置いてあるな。おお、そっか、すごいね。クッパ空中で耐えてあれしてたんだな。ファイヤー吹いてたんだな。なんだなんだ、山が多いな。あお、すけ、青すけ、このコース制作者さんかな。お疲れい。よし、じゃあ今回はここまでになりそうですね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。うおっ、うおっ、うわっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの。